オルデスは、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の自治体、コマルカでオルデスに属する。ガリシア統計局によると、2009年の人口は12,757人。住民骨肖は、男女同系のオルデンス。カスティーリ語表記は大台ニーズ。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は97.53%。オルベスは、アコルーニャ県のほぼ中央に位置し、 コマルカでオルデスに属する。北から西にかけてはセルセイダ、北はカラル、アベゴンド、南はオローソ、東はメシーヤフラーデス、西はトルドイアの各自治体と隣接する。オルデスはサンティアゴでコンポステーラとアコルーニャの中間の平原地帯に位置している。標高は南部の山地が海抜およそ461メートル。 北部がおよそ450メートルほどで、これらの間を小川が走り、そのほとんどがタンブレ川に流れ込んでいる。これらのうち最も重要なのは、レングエジェ川で、西に流れ、トルドヤとの境界となっている。アルデミル教区の小川は、バルセス川に流れ込んでいる。面積は157平方メートルで、住民のおよそ3分の位置が、中心地区のオレデス教区に居住している。 道路は n 5 5 5線と AP-9 号線が、鉄道はサンティアゴでコンポステーラーとアコルーニャをつなぐ路線が自治体内を通っている。気候については、降水量は多く、年間1500ミ、mm、リメートルを下ることは、ほとんどない。気温は年平均摂氏13度である。市街地を外れると、多くの土地は、 湿地とユーカリバヤシに覆われている。1960年代には、オルデスから、多くの人が、国内の都市や他のヨーロッパ諸国へ移民として、出ていった。この人口流出は70年代には収まってきた。現在、住民のおよそ4分の1が第一次産業、特に、父さんのための牧畜業に従事している。また、他には、 繊維産業や建築業などに従事している。自治体の中心地区には、小売業などの第三次産業が集中している。2007年の自治体選挙の結果、自治体主張は、有基礎のマヌエル・レゴスボケーテで、自治体表議員は、有基礎、4、ガリシア国民党、4、ガリシア社会党、3、ガリシア民族主義ブロック、3、な、に、手が、1となっている。 オルデスは13教区に分けられている。ネーラ、カルロス、エボリューシオンノウソ・ドゥ・ジェリゴ・ポル・コンチェロズ、プラザ・プーブリカ、http、プラザ・ガル、リクールソ、1263、エボリューシオンノウソ・ドゥ・ジェリゴ・ポル・コンチェロズ、ディショナーリオ・ゼオグラフィコ・イラストラード・デガ・リツヤ・ボリューム17、P195 から196 19、ジオグル。パブリケーションズ。 2009,ISBN978 から 8461358274, パブラシオネスデーチョデスデ1900アスタ1991シフラスオフィシャルズデロースセンソスリスペクチボスシフラスオフィシャルズデパブレーシアンリザルタンツデラレビシオンデルパドロンミューニシパルウェイチデエネロ。ありがとうございます。